このロボティズミニのミニはノーマルとどう違うんですか？稼働範囲をできるだけ多く増やしてて、はい、確か21軸ぐらいまでになってると思います。 21DOF、ね、で足の旋回軸を追加します、はい、してます。それ以外に腰軸の旋回を加えました。頭部もノーマル旋回と仰角仰ぐのができるようになってます。一応これだけがノーマルと違ってくれた、はい、フル DOF のロボティズミニですね、はい、ええ、すごいですね。でサイズが、ノーマルのダーウィンミニより全高で3ミリぐらいだけ、3ミリだけ、はい、確か大きく、はい、そのできるだけ本当はノーマルと同じ長さにしようと思ったんですけど、ちょっと無理がありまして、はい、3ミリだけ、大きくなってます。そうするためにかなり、無理な設計にはなってます。データはオープンソースにはするんですか？あ、もう公開してます。あ、公開してどちらで？メーカーボットでしたっけ、シンギバリス、なちょっとデータオープン、メーカーボット、はい、じゃあぜひあのオンシェイプでもお願いします。場所教えてもらえればやります。わかりました、ありがとうございます。あれです、ロボティスに、はい。